方が亡くなっています。2つの大学によりますと、大学の垣根を越えて企業の説明会に参加できるようにする取り組みは全国でも珍しいということです。大阪市立大学は最優秀が不妊症を企業の採用活動が去年に比べ上がっており、大学が協力することで学生を支援していきたいと話しています。大阪市立大学は2つの大学は全国で30分ほどで移動できるので、学生には積極的に参加してほしいと話しています。大阪市と大阪市の共同事業統合について、国内を出して啓発活動をすることにしています。兵庫県や小金湾以外の18の河川でも同じシステムを整備する予定で、このうち11の河川が5月末までに、その他の7つの河川が7月末までに設置を完了させることにしています。岩手では、二度とあのような事故が起きないよう、河川の安全をみんなで確保するよう協力してもらいたいと思います。この状況が悪化する中、大学院に卒業する学生の就職活動の機会を増やそうと、大阪市立大学と大阪府立大学は、5月と、Thank you.
Thank you.